ここから準決勝ですね。二大進行なんで、この試合のみとなりますが、手羽先歩みチーム、対、芹沢美優、プロトスニュー、高広、伊沢優衣チームですね。今日、高広さんは伊沢優衣で出場ということで、まあ、この人、伊沢優衣でもマジで一番強いんでね。まあ、何人もトッププレイヤーが、この伊沢優衣にホームランでいるという、事実が、この伊沢優衣の強さを如実に物語っているんですよね。ここに減圧モードになっていますね。このホバダッシュを絡めたこの圧倒的な中段投げ、中段投げが非常に強力になっておりますが、アマネッティさんはこれは挑戦したことあったかな。途中級者でにいる伊沢優衣で摩擦さんのやつしかいないと思うんですけど、ダンティスホライザーでとりあえず一本取っていく伊沢優衣、高広じゃなくて高広伊沢優衣、高広使いの伊沢優衣さんです。このキャラの技だけまだ名前覚えてないんですよね。ソニックセーバーとイージスブレイドとジャスティスホライザーとなんとかトランザム、フレイバートランザムとか言ってるうちに、アバレーシングさん大ピッチ。これは何にも繋がってねえ。ジャスティスホライザーでフィニッシュ、伊沢優衣の勝利。さあ中堅で出てくるのは手羽先歩み白麺ですね。この組み合わせは確かヒカルさんとやってた時に、まあ、結構追い詰められてた記憶があるんですが、どうなんでしょう。けどやっぱり伊沢優衣さんって、まあ、みんなが伊沢優衣に困らされてる要因の一つの大きな要因って多分分かんねえっていう部分が大きいと思うんですよ。伊沢優衣側もそこ相手のそういう分かんねえ分かんねえっていう部分をついて戦っていくキャラだと思う。でここはソニックセイバーの強化版からジャスティスホライザーだったものが、まだこの試合で最後ソニックセイバーがチクッと下がって伊沢優衣の勝利で第2ラウンド。分からないよね。あのペインとオーバーダッシュからの崩しが非常に厄介ですからね、このキャラは。ソニックセイバー、確か裏に回るペインは暴れとけばいいっていう話なんで、暴れときましょう。これ2エイムラ投げとセクラストリガーから2エリアで持っててジャンシー、ペックジャンシーがカウントして、で上を見ていた石見事で上位一気に溜めていくトリックセーバーから、このね強化トリックの強速力が非常に強力でありますね。これがネット狩りを兼ねるっていうやっぱりいい技なんですよ。超人展開マゲットオーディ発動で、これはナイス判断できるでしょう。ジャスティスホライザーでオーバードライブフィニッシュ、高広伊沢優衣2人復帰と。さあ大将引きずり出されてしまった木村一、伊沢優衣戦はどうなんでしょう。やったことがあるのかないのか。いやけどぶっちゃけね、高広さんの伊沢優衣マジで伊沢優衣業界の中でも屈指の実力者だと思っていいでしょう。まあ、中身がねそれなりにって、俺がそんなこと言うのも偉そうですけど、中身がすごい動ける人間が使ってますからね。このペインはこんな感じで暴れていれば、多分伊沢優衣が先には動けないと思うんで、さあ、うちになるんで、だがしかし、ここはおそらく、まあ、ライン、伊沢優衣のキャラパワーはちょっと物足りないと言われている部類があるんで、それに対するこのね、キャラパワーで言っちゃえば、ライチが非常に強力だという話ではあるんで。この辺を押し付けていけば全然ワンチャンあると、ワンチャンどころの最後じゃないと思うんですが、これは高広さん非常に頑張る方ですね。素晴らしい、しっかり逃げて、ここでコンボを完走して、これマジで強いな。レベル2アクション、これ椿より強いんじゃねえか。キャラだキャラだ、
ペン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 、青ビート祭りからのこれは反撃をもらってしまう。ペンペンペンからそしてさあ、手からこれはふんわりと、このね、レイヤー君の時の自由度の高い動きが愛妻酔いの強さでもあるんですよね。なんてまずい展開をうまいこと利用していく木村一、ラップ捉えた。これは防戦地にはかからない。しかしこれ高岡さんもすごい上見てるんで、これ超トスですよ。リセットプレイぞ。どうどうどう、高木のユージとはなかなかいい女ですね。しかしこれはこちらを制し続けている木村一が勢いでこのまま倒しきれるのか。ここは高木のユージよりバーストを思い切って我慢して、チンロッドは甘じで受け入れていくや、これは運動はもうしょうがないといったところでしょうか。まあそうですね、万が一バーストって負けちゃった日にはもう状況最悪ですからね。相手バーストあるし、まあいいです、いいですと上を見ているぞというアピール。しかしそのチューラーもですね、受けからのこれ立ち身が届かないで、いざよいのかペンペン落として、ここにいざよい、あの結構ちょっと難しいですよね。これ裏に待てない1が攻める、防戦にしてスフから走っていく、しょうがないくらい。これは結構痛いんじゃないですか。さあ繋がっていないが、さあ5ヒットバッチリなダメージ、攻撃変化モード、チェシックこれ対してつまめ返し、しかしすかされ、まあそう落とされる展開になってしまって、木村一これはジャスティンモライザーで暴れている。これはゲージがあるぞ、チェギが可能と、まあ、オリエ絡めて、これバーストも浮かせないというか、拾い直しで高広イザヤイの3ターンです。おめでとうございます。